もしかしたらメガネ馬娘は DKPI しかいないのかもしれないに対するみんなの反応集。我ら、性癖破壊組。そうだねしか言えない。レベル高いな。まあみんな何かしら性癖歪ませるようなものあるよな。巨丸メガネ助かる。アファーマティブ、メガネ巨丸は破壊力強め。巨丸メガネだけど半分くらいデカ丸じゃなくて DKPI じゃない？平均的には巨丸。コフバクバクコバク平均するとキョ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 。メガネの知性はこういうところに現れる。66、79、89、93、75、86。姉貴のデカパイもすごいがロブロイこの背丈でトランセントよりあるのかよ。今まで内緒にしていたが実はロブロイはデカ丸いなんだ。81.381.381.381.381.381.3。ひどい追い切りだと思ってしまった。リコちゃんのタイムならさもありなん。リコちゃんはババ入り一歩目で捻挫するからタイム計測できない。なみ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 。81.3 は今日よりじゃねえかな。66と聞くとドリじゃそんなに。って逆になるな。タッパ以外フラワーにすら負けてるからなドリジェ。ドリジェの体格で 81.3 もあったらデカ丸いどころか超デカ丸いだと思う。6と6、9と7、8と9、9と3、7と5、8と6。やっぱ姉貴はすげえよ。メガネ談義で姉貴とロブロイが並んでると冗談みたいな体格差で混乱する。外見と中身と走りしか完璧じゃない女ども。ネオユミに見た目だけでムラムラさせられたことに凄まじい敗北感を覚える。私服メガネ税も含めるなら会長府、まあちゃんちょ、フライト品よりの府ってところか。ルドルフ B86 だぞ。普通じゃなく巨だよ。今日名乗りたいなら90は超えてもらわんと。じゃあブルボンも不丸じゃないか。メガネ税は大きい。カッコメガネをかける私。これで DKPI 間違いなしな私。カッコお嬢かい？でも DKPI は無理あるんじゃね？と思ううち。カッコ試しに揉んでみるうち。むほほ。カッコお弟子に十字固めからの指4の字固めを決める私。カッコじゃあ痛い痛い痛い。でもそれってお嬢の間よねって思ううち。カッコガチの痛みにタップアウトを決意するうち、カッコすごい顔したパマチンに逆の腕も決められて済んだうち、カッコルビーは格闘家に転向したいのかもしれない。パールさんもどうにかメガネ組に入れてはもらえないでしょうか？でもドリジャの HNPI もトランセンドの DKPI も吸い付きたいよ。お前らだってそうだろ。まずは全員分のメガネを用意しろ。話はそれからだ。イニシエより伝わる6を9にする最高に頭のいい戦法により、姉上は怒涛と並ぶ DKPI となるのだ。姉貴見てるとおーでっかとなる。ドリジャと行くのというには思考性を偏らせることはあっても性癖破壊には寄与しないと思う。ネオユニのミニスカタイツいいぞ。こっそり7と9入れ替えてるユニちゃん賢い。林ではふさふさだな。毛量あるんだな。毛量は重要だな。はぁ、性癖破壊組、まさか、完成していたとは。メガネ並べたら全員 DKPI 説、ですか？目白並べたら全員 DKPI 説で見たことありますわね。もちろん全員 DKPI でしたけど。71、83、84、87、87、87、目白けといい勝負だな。巨婦バクバク消去、3段階評価だとユニとトランが同格。ドリジャさん、いくら小柄だからって66はもう肋骨やん。メガネプラス父で見事に半々だな。馬娘性癖どこで割っても大体比率均等になるのがよく考えてキャラ作ってると感心する。もしかしたらネオユニもロブロイも自分の可愛さを理解してるのかもしれない。可愛すぎる。よく見るとデカ丸い&よく見るまでもないデカ丸い PU ガチャ。DKPI ガチャ感謝。でかいのはロブロイだけだよ。どうして急にメガネをかけたんですか？おしゃれで可愛いから。ダブルピックアップで両方ともメガネとか財布が持たないんですよ。可愛い DKPI。あーなんだそのポーズ。自分の可愛さ知ってんだろくそー。もともと私服とか外部露出の際の服装でそれは分かりきってたことだろ。なんだよこのスキル。シンパシー強制発動とか全員の速度アップとか使いにくい固有とか完全に援護タイプに見える。俺の彼女可愛すぎ。イタリア人のレス。DKPI にだけ許されるポーズ。助けてください。ウニちゃんがクロスと生えてくるとは思ってなくてひどく冷静さを欠いています。トラン引き換えでメガネ馬揃えたと思ったのに。可愛すぎる。可愛い。俺のお姉ちゃん春菜。お前んち行っていい？いいなこのロブロイの髪型。メガネがフラットなフレームになっているのもオシャレですね。もっといろんな髪型してくれ。悪い虫がつきそう。俺が守らねば。オシャレでカパイになってしまった。すげえよこれ。絶対にドーマルを殺すってまとまりだ。なんでおパイ強調する服着るの？引いちゃうじゃん。髪下ろしたらもっと毛量ありそうなのにな。それこそ姉貴レベルで。
スレがのういてるポーズだと奥に流れてて少なく見えるだけで、アプリで普通に立ったら相応のようになってるかもしれない。正直通常待機みたいな MRMR バインバイン衣装でログパイみてぇなってずっと思ってたけど、完全に浄化された。この子を丸ロイ目で見るな。露出と揺れ方は別物だから、すんげーゆっさゆっさする可能性もありとある。本当に申し訳ないが、横島な気持ちが無限に湧いてくる衣装だ。仕方ないな、気持ちを落ち着けるために最近解放された私服ロブロイのスクショを裾分けするよ。様相交換してる感じ可愛すぎる。ずっともイベストの予告のネオユニ何言ってんのかなって思ったら、ロブロイずっともなんだがギャルだったんだね。ユニちゃんからロブロイへの感情すごいでかいからな。ユニちゃんの育成では立ち位置としてはライバルなんだけど、敵というよりは親友として扱われてる。DKPI の中は永遠だね。大浴場でロブロイを見ながら自分のを上げて寄せてため息をつくネオユニからしか得られない栄養素がある。髪下ろしたからあとはコンタクトにしておしゃれな格好させるだけだね。かがり火に火種をくべていく。火のない灰か。メガネキャラのメガネは外すためにあるのに。おいこいつスクラップにすんぞ。脅威の格差社会ガチャ。これで H 禁止とか拷問ですよ。だからトレーナーは逆ぴょいで被害者になることで脱法馬ぴょいが必要なんですね。メガネ DKPI 感謝。この二人、よく見るとものすごい H なのでは。英雄タンがさらに熱くなるな。髪型交換定定。拙者、オーバル細メタルフレームグラス好き好き侍、よらば抜く。聞こうよれ。飛ぶ白い斬撃。今のブームはメガネなのか。サイゲサー、ひどいよ。なんでユニちゃんにメガネかけちゃうの。嬉しいじゃん。今度はちゃんとジュエル貯めるつもりだったのによ。なのになんでこんな真似すんの。新衣装実装したら、クレカのこと助けてやれないよ。もう引くしかなくなっちゃったよ。かっこ白心。メガネはなしでいいんだが、オンオフ機能欲しい。このタイミングでユニロブロイが来ると思ってなかったので、ひどく動揺してる。超可愛いな。今後の計画型崩れやで。ロブロイのこれはライスが見立てたやつだとはかどる。別衣装いけるじゃん。ロブロイから絶対に童貞をマルスという強い意志を感じる。 DKPI 感謝すぎるだろ。反省しろ。ロブロイはスカートの下にスカート履いてるように見える。黒髪、ロング、メガネ、DKPI、デカ耳、カバンでパイスラ、ダメだ H すぎる。カッコ回すのを耐えられない。身長140センチバスト89センチの父か。これが、サイゲはいい加減ロブロイの父を小さく描くのをやめるべき。馬娘始めてから、ツベとかでリアル馬の動画も見るようになったけど、カメラに気づいたらポーズ取ることか駆け寄ってくることかいるから、見られてることに気づいてるってのは原作準拠だぞ。それでは今回の動画はここまで。ちなみに馬娘はゲームも漫画も面白いけど、アニメ版も最高だよな。Unext なら無料で31日間視聴することができるから、興味があったら概要欄のリンクをチェックしてみてほしいぜ。なんと、一気見しちゃうわ。次の動画もぜひ見に来てくれよな。ご視聴ありがとうございました。